こんにちは。d ラボへようこそ。動画を見てくださってありがとうございます。今日も皆さんのお役に立てる情報をお送りしたいと思います。今回は、算数で使う言葉、あれどっちだっけの第2弾です。今回も、算数の学習でよく使われる言葉について違いや覚え方を説明します。一つ目は、分数の学習で使う言葉です。 7分の2の場合、分子、分母はそれぞれどっちかわかりますか ?7 分の2の場合、線の下に書いた7が分母、線の上の2が分子です。これの覚え方は、お母さんが子供をおんぶしている場面をイメージします。お母さんの上に子供が乗っていますね。時が流れると、 子供はどんどんん大きくなりますもっともっと大きくなってお母さんがおんぶできないくらい大きくなったら分子と分母は入れ替わるのでしょうかいいえどれだけ子供が大きくなっても分子と分母の位置は変わりません。分子が分母よりも大きくなった状態を分数では過分数と呼びます。二つ目は図形や角度に関する言葉です。 直角と垂直この違いは分かりますかこれは説明から始めます直角とは90度の角のことです三角定規で言えばここやここが直角です一方垂直とは直角を作る2本の直線の関係のことです少し分かりにくいので三角定規を使って説明すると この辺とこの辺やこの辺とこの辺のように直角を作っている2本の直線の関係のことです。辺が2本ないと直角は作れませんねですから直角を作るための辺をセットで垂直なな辺とと呼ばないといけませんつまり1つの直線を垂直と呼ぶことはできないし辺が2本あっても 直角を作ることができなければ垂直な辺と呼ぶことはできません。これを覚えるためにイメージしてほしいのはカレーライスです。直角のことをカレーライスと考えてみましょう。カレーライスがあるということはルーとご飯の2つがあるということです。ここで気をつけてほしいのは先にカレーライスを見つけることです。 すべての辺のことをルーとご飯に例えるのではなく、カレーライスがあるからルーとご飯と見ることができるのです。つまり、カレーライスがないところにルーとご飯はありません。カレーライスである直角があるかどうかが、垂直を見つける大事なポイントとなるのです。今の考え方を使って、垂直と平行の学習のテストでは必ずと言っていいほど出てくる次のような問題を解いてみましょう。 次の1から4のうち垂直な辺の組み合わせはどれでしょうということでこのような辺の組み合わせをした図が4つあります垂直な辺の組み合わせを見つけてみましょうすぐに答えの解説を始めるのでゆっくり考えたい人は一時停止をしてから考えてみてくださいそれでは解説していきますまず最初に直角であるカレーライスを見つけることがポイントだと言いましたね カレーライスは見つかりましたかここにありますね。4番はカレーライスがありません。ということは、この交わった辺はルーでもご飯でもありません。つまり、垂直ではないということです。1番のようにくっついて直角を作っているもの。2番のように交わって直角を作っているもの。そして3番のように 離れているる辺を伸ばすと、直角ができるもの。どれも直角ができれば2つの辺は垂直の関係ということができます。ですからこの問題の答えは4以外の1・2・3です。3番が迷うところだと思いますがどんなに遠くにご飯とルーが置いてあっても合わせたらカレーライスができると考えるといいと思います。それでは、 今日のまとめです分子と分母はお母さんが子供をおんぶしている場面をイメージする垂直と直角はカレーライスをイメージして直角があったらそこには垂直な関係の2つの辺があるですどうでしたか違いが分かりにくい言葉の使い分けに自信はつきましたか皆さんの学習に少しでもお役に立てれば嬉しいです もし他にも覚えにくい言葉があれば、コメント欄にお願いします。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。この動画が面白いと思ってくれた方は、いいねやコメントをお願いします。このチャンネルでは、皆さんが学習する中での様々な謎や疑問をできるだけ解決していきたいと思っています。また、日常生活で使える小ネタなども紹介していますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。 学習内容や小ネタに関するリクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。